大阪府立豊中高等学校の瀬文校は、大阪府豊野郡の瀬町にある公立の高等学校文校。従来の大阪府立の瀬高等学校を2018年度に改編する形で、大阪府立豊中高等学校の文校として設置された。本校では、大阪府立の瀬高等学校及びその前身についても合わせて記述する、全日制総合学科を設置する。 大阪府北部の山間部に位置し、府内の高等学校校舎としては一番北にある。前身の大阪府立野瀬高等学校時代の2004年度より、野瀬町立中学校と連携型中高一貫教育を実施している。野瀬町では2016年度に町立小学校5校と町立中学校2校を統合し、町内で一つの施設一体型小中一貫校。 のせささゆ学園に改変したことに伴い、小学校段階からの連携も含めた、のせ地域小中高一貫教育、連携型中高一貫教育を推進している。中学校とは、中学校、高校の教員を相互派遣して、授業を行うなどしている。また小学校についても、高校生が小学校に出向いて、農場実習や環境学習などでの交流の取り組みなども、 行っている。2018年度以降は独立校の大阪府立の瀬高等学校としては生徒募集を停止し、コーチや教育活動を引き継ぐ形で大阪府立豊中高等学校の瀬文校として生徒を募集している。文校への改変に際して、制服は豊中高校本校と同じものを導入し、また豊中高校本校との遠隔授業体制を導入した。 大阪国際大学との広大連携、マレーシアの学校との姉妹校協定、ユネスコスクール指定などは、野瀬高等学校の時代から行われ、文校に改変されても引き継がれている。2021年度より、里山留学制度として、野瀬町と提携した町内の下宿から学校に通学する制度を導入している。1948年に、 現在の野瀬町域に設置された大阪府立演芸高等学校の3分校が野瀬高等学校の前身となっている。同年8月1日に大阪府立演芸高等学校の瀬分校を設置。同年10月15日には野瀬分校に定時制が併設され、さらに田尻分校及び西野瀬分校の定時制分校が設置された。1950年には、 西野瀬文校に全日制が併設されている。1954年、野瀬、西野瀬、田尻の3文校が合併する形で、大阪府立野瀬高等学校が、豊野郡・宇多垣村倉垣631番地の位置で創立した。同年11月に校舎が完成し、上田尻580番地に移転している。開校当初は、全日制農業科普通科。 家庭科の三学科を設置した。その後家庭科の廃止や農業科の園芸科への改編を経て2004年までは普通科と園芸科の二学科体制となった。2004年に野瀬町立中学校との中高一貫教育が導入され同時に総合学科高等学校へと改編された。人文、理数、国際、情報、人間、環境、食、花、 交流の4系列の科目を開校した。総合学科の高等学校となったものの入試の募集で10年間連続して定員はあれとなった。野瀬町立の高等学校への改編を検討したが、野瀬町の財政負担が増えるのを避けるため、大阪府立豊中高等学校の分校となった。2018年度から豊中高等学校の野瀬分校として生徒を募集。 学年振興で併設され、大阪府では19年ぶりに分校が復活、豊中高等学校との遠隔授業、教員の交流などが行われている。2020年3月3日、野瀬高等学校第66回卒業式並びに、並行式が挙行され、大阪府立野瀬高等学校としては2020年3月31日に、並行した。ありがとうございます。